みつこさん、1時15分の電車で行こうか。お？1時15分の電車。おお。ハンカチも忘れないで持ってね。お？ハンカチ持ってね。おお。あと20分くらいしたら出よ。お？20分後に出るよ。お、うん。みつこさん。ん？あ、やっぱいい。みつこさんは同じことを2回以上言わないと大抵聞いていない。お？とても天然な人、みつこさん。これは実在する人物が本当にやったことをムービー化したものです。あ、疲れ溜まっちゃっててまだ眠いわ。買い物したら今日は早く帰ってこようね。そうね。あれ、スマホの電池が 10% しかないわ。いやね。え、また充電し忘れたの？ま、あんま使わないようにするわよ。みつこさんのスマホはいつも充電が切れそうだ。じゃあ行こっか。行きましょう行きましょう。あの辺行くの久しぶりね。そうだね。今何時？あれ？みつこさん、どういうこと？やだ、なんでかしら。時計2つもついてるわ。こないだ新庄ビッグボスが2個つけてたのテレビで見た。それとは桁が違うわね。いい匂い。パン買ってきましょう。うん、いいね。あ、全部美味しそう。あ、これいいな。それも。これもいいわね。いいね。じゃあお会計してくるわ。うん、私表で待ってるね。いらっしゃいませ。お持ち帰りですか？はい。あ、そこにあるやつ実家に送ろうかしら。あ、はい、かしこまりました。ん？まるで柱が鏡みたい。送り状これでいいかしら？はい、お預かりします。お待たせ。遅かったね。美味しそうなのあったから実家に送ったの。そうなんだ。うん。ん？あらやら、すごいわね。何？向こうにも同じパン屋さんがあるわよ。ずいぶん人気があるのね。え？あっちにも行ってみる？え、冗談よね。何が？それ、鏡なんだけど。は？え？鏡？嘘、やだ、本当だわ。大きすぎるのよ。指紋一つないじゃない。やんなっちゃう。もう、指紋つけちゃおうかしら。みつこさんは想定外の勘違いをする。ああ、お風呂はいいわね。ポンポコペコペコペンペン。ん？もしかして笑点歌ってる？にゃんにゃくにゃんにゃくにゃくのにゃくにゃくにゃんにゃく、はいはい。ああ、眠くなってきたわ。あ、はい。お届け物です。ありがとうございます。失礼します。ん？あれ？これって税込み1万円でご提供。安い安い。 DVD CD もこれ1台で OK。DVD CD だって、面白すぎるわね。梅グローブで検索。みつこさん、実家に何か送ったって言ってたよね。そうよ、パン屋から送ったわ。そのパン屋の荷物、みつこさん宛てに来てるよ。は？これみつこさんの字だよね。実家からみつこさんに送られたみたいになってる。え、どういうこと？やだ、宛先と送り主逆に書いちゃった。そんなことある？でもこれはあるあるよね。いや、ないと思う。あるわよ、絶対。ないない。まあいいわ、うちで食べちゃいましょう。絶対美味しいわよ、これ。わあ、美味しそう。みつこさんの天然さは予測ができない。